さあこんにちは。さあ豊さん、はい、今日、まあ、オープン戦が各チーム行われて、うん、で豊さんと今日は、まあ、生配信日中そうだな、はあ、やってまして、特にソフトバンク対巨人戦、はい、ずっと見てました。で気になるよな、やっぱなんでか分かる。いやジャイアンツがソフトバンクに勝てるかっていうさなんかこうね、あります。前からそうだよね、引きずってるものは引きずってるものがあるよね。ありますよね、うん、なのでこのまあ注目のオープン戦を、うん、まあ、豊さんと一緒に生配信をやってたんですけども、うん、はいはい、この試合のじゃあ今日はまあハイライトというか、はい、豊さんなりのちょっと気になった注目点ポイントを。そうだね、はい、まず山口先発で、まあ、3イニングだったかな。まっすぐの走りは今年はなんかいいような気がするし、はい、まあ、結局昨年の反省からするとやっぱボールを動かすことはいいんだけども、うん、フォーシームがあんまり良くなかったという、はい、ストレートストレートですね、はい、で今年その意識が高いのか、うん、まあ、結構ストレートで押していく場面っていうのもあったんだよね、はい、だからそのストレートを見てる限りでは今年はまあまあそのもう一度原点に帰ってストレートをもう一段階磨こうかなっていう、うん、まあ、意識があったんだよね、はい、ただ、まあ、昨年そのいいピッチングをしてても接戦してても、まあ、結局勝ち星がつかなかったというその反省点っていう意味では、うん、今日も先制点上げてんだよね、ソフトバンクにですね、あーホームラン打たれて ね。だからまあここら辺をやっぱこう、まあ、菅野と双璧でエースを張っていこうとするんであれば、うん、できる限り自分もその意識は高いと思うんだけども先に失点しないような、はい、そういうもうちょっと慎重さが欲しいかなっていう。そうです、しかも早い回の失点だったんです。そうだね、で去年もそういうのありました。だから山口の力からすると、はい、やっぱ相手のピッチャーも相手が山口だからっていう相当の緊張感と慎重さを持って投げてくると思うんだよね、うん、だから今日の2点、まあ、6回7回投げても山口の力だったらその2点だけで抑える力は持ってるんだけども、うん、やっぱ打線がその2点を追っかけるっていうのが、うん、負担なピッチャーが投げてるとやっぱ勝ち星がつかないっていうことになるから、はい、だからまあそこら辺もう少し慎重に投げてほしいなっていう。そうですね、まあ思ったよね、まあ、オープン戦なのであとまたね何回かは山口俊投手投げる機会があると思うんですけど、その中でやっぱりこうあの早い回にとにかくまず失点しないっていう。まあそうだね、まあそれはまあゲームの流れだから、まあこれはまあこう改善していく、はい、まあ、余地としてね、うん、まあ、あるんだけども、そのまっすぐが、はい、まあまあ俺にはよく見えたんだよね、うん、で相手の石川と比べてもあの若さで、はい、まあ、ビンビン投げてくるんだけども、まあ、遜色はそんななかったというまっすぐの感じではね、はい、ただ石川の方がボールを動かしてきてたんで、まあ、捉えにくい感じは受けてたし、まあ、石川というピッチャー、まあ、昨年あんまり良くなかったんだけども今年どうかなっていうふうに、まあ、見てて、はい、まあ、石川の方は要所要所で追い込んだ時に追い込むまではアバウトなんだけども、はい、追い込んでから決めようとするボールに対してしっかりしたコントロールがついてたよね。あ、だからなんか不安定そうに見えたんだよ、なんかこういい加減そうに見えたんだけど、はい、決めるところは決めてくるという、ここら辺も調子の良さっていうのは伺い知れたという、ね、うん、両先発ピッチャー、まあ、両先発ピッチャー、ね、はい、まあ、順調に来てんじゃないかなっていうね、うん、そんな感じを受けた。野手、まあ、バッターの方なんですけれども、うん、まあ、ソフトバンクの井上っていう、はい、今日サードで守った、はい、まあ、選手なんだけども、はい、このバッター魅力があるね。あの豊さんね、ずっと配信中も話してたんですよ、ね、うん、そうやっぱね、タイミングの取り方がね、長嶋さんにこうやってこうぐーっとボールをこうぐーっと引っ張ってくるような感じのタイミングの取り方なんだよね。あ、まあ、構えとか構えもそうだし、かっこいいんだよ打席での、井上が、うん、長嶋さんのような、そう守備はかっこ悪いよ守備はなんかワンバウンド投げちゃってんだ、ね、前のボールを、はい、なんか安全に、はい、だからちょっとそこら辺の物足りなさはあったけども、はい、その打席でのその井上っていうのは、うん、なんかすごくなんか魅力を感じた。で今日ホームラン、ね、フォークボールをね山口から打ったんだけど、はい、まあ、ツーランホームランね、だからなんか非凡なものがあるなと思ってさ、はい、すごくこれからちょっと注目したい選手の一人になった。そうですね、しかもそのインサイドのなんかさばき方が、あの腕の叩き方もそうだし、はい、手さばきが早いから、
やっぱここが厳しいとこ来てもバーンとファールにできるよね、逃げれる。どれも右の方向じゃなくて左の方向に引っ張ってファールにできるという、非常にいい反応もしてるし、これからは楽しみな選手になっていくだろうなっていうふうに思った。そのインサイドのさばきでいうと、あの坂本選手もやっぱインサイドすごくうまいですけど、うん、なんかそれに通ずるようなインサイドのさばきってあるの？またちょっと違う、さばき方が。ちょっと違うんですか？坂本の方がやっぱ技術的にはやっぱ高いよ、はい、逃げたり打ったりするから。ここら辺はまだ若いからね、はい、これからあの習得していくんだろうと思うけど、はい、いいものが持ってるな、ね、魅力あるな、うまく育ってほしいね。そうですよね、あのファンの間でも松田選手の後釜になってほしいっていう声も出てる、うん、まあ、そうだね。リチャード、リチャードってリチャードの頭しかなかったけども、はい、まあ、井上っていうのがねしっかりいるんだなって、うん、やっぱ競争は激しいんだなっていう、うん、まあ、確かにね、あの藤本監督がリチャードファーストにして、はい、井上をサードに使うっていうのはすごい分かるような気がするよ。お、楽しみですね。まあ、楽しみ楽しみ。さあ一歩巨人ですか？まあ、巨人はね、はい、まあ、松原ちょっと注目して見てたんだけど、まあ、昨年打つのは打ったんだけどね、得点圏での打率が非常に低かった、はい、1割ちょっとしかないんだよね、得点圏が。で今日も最初のチャンス打てば同点タイムリーになるかなっていうようなところで三振だったかな、見逃しだったか三振でしたね。三振だったよね。まあ、それで次の打席はチャンスで打ったんだけども、はい、やっぱああいうところだよね、課題をね克服できてきてるのかっていうところがちょっとまあ心配だったけども、他の打席ではあまりいい結果が出なかったんだけども、まあ2度目の得点圏にいるときにまあタイムリーヒットが出たというところからすれば、まあまあ少し安心をしたというね。そうですね、その得点圏でやっぱりその弱い低いっていうのは、低い率っていうのはこれどう？やっぱね意識なのと、あとはね心の勝負だと思うんだよ、ある程度、はい、で心と頭の勝負でさ、やっぱレギュラーとして打席を何打席か与えられてきて、うん、その、まあ、例えば3打席目にチャンスが来た、はい、その2打席目の引き出しなんだよね、うん、紐解きなんだよね、はい、だからここら辺をするとあのだいたいこう狙い球が絞れてきたりだとか、だから彼は能力でやってるけど冷静さとか、もう少し頭を使うと、もっと楽にそういう時に打てるようになってくると思う、うん、そうですね。だからまあそこら辺はやっぱりちょっと勉強してほしいって思うのと、やっぱ中田翔が、はい、まあ、タイムリーヒットを打ったという、うん、だからまあここら辺がやっぱこう安心材料だよね。まあ、そうですね、あと坂本選手も、まあ、坂本はね、ほっといてもやるよ。この時期にね、彼にヒットを望んでも仕方ないよ。でもなんか1本出るとほっとするとか。まあまあほっとするし、はい、まあ、自分もや立ってる以上、まあ、なかなかヒットが出なかったからね、はい、まあ、立ってる以上、振ってる以上、まあ、結果というものがついてくると気分的には良くなってくるし楽にはなってくる、はい、でも金ぐらいのクラスになってくると、うん、金の匂いがするところで打ちたい働きたいって、今チャンスですよ。それはやっぱりね、うん、長年積み上げてきた人間って大体そうなってくる、うん、まあそうですよね、まあ、それが自然だよ、うん、だから彼に結果は求めない。ただそのこの試合で全打席打席に立てるという、はい、まあ、あの体がちゃんとしてるんだろうね、うん、まあ、守備にはついてなかったけど今日、まあ、だけど、まあ、そういう面では、まあ、順調に来てるのかなっていうふうに、うん、出てることが安心材料だよ。だからいくらキャンプで頑張って、ね、うん、目立ってきてもオープン戦に入りました、はい怪我しました、もう終わりましたみたいな、うん、やっぱもう一から出直しみたいな、はい、まあ、それじゃどうしようもないわけだから、でもやっぱちゃんと仕上げてきてるんだろうなと思うよね。打席に立ってしっかり試合には出てるわけだから、はい、だからまあそこら辺は安心材料。オープン戦での振り返りだったりこの動画毎回撮ってるじゃないですか、うんうん、ただこのオープン戦が進むにつれて多分若手の選手1人2人とまあいなくなって、まあ、消えていくよね、はい、行くので、どの選手がもう最後まで勝ち残ってやっぱりこの開幕スタメンだったり自分のベンチに、まあ、ソフトバンクも巨人も他のチームもそうですけど、ここで名前が最後まで残る選手はどの選手なんだろうっていうのもちょっとやっぱりね、ファンとしてもドキドキしますし、ジャイアンツはねそんなに変わらないよ。あ、変わらないですか？変わらない、変わらない。ジャイアンツは変わらない。ただソフトバンクの方は変わりつつある、はい、ですよね。だから今日だけここはやっぱり藤本監督にしたっていうのは、うん、やっぱり育成に入ってるね。若手をやっぱこう教育し育てようとする時期に入ってるね。
今日だって主力メンバーいない、まあ、いないけど、これはやっぱこう1試合やってまたそのペイペイドームに戻るという、うん、この1試合をベテランには調整期間として多分与えたんだと思うけどね、うん、はい、やっぱこう移動するとやっぱこうコロナの中だし、やっぱリスクを伴うんで、まあ、主力はちょっと温存したのかなっていうふうに思うしね、はい、まあ、若手にその時にはチャンスをやろうという、はい、まあ、前々からの計画で、はい、まあ、今日は山口県でやって外の球場でしょ、はい、で、まあ、寒かったりだとかさ、気象条件によって、まあ、怪我も発生したりだとか、うん、まあ、持病がね、はい、再発したりだとか、まあ、そういうことも避けるためにやっぱドームで、だから明日ペイペイでやるのかな、ドームでね、はい、その時はやっぱりちゃんとした主力を使ってくると思うし、ただやっぱりその若手の育成っていうのに力を入れてるんだな、ソフトバンクはね、はい、だから、まあ、いい選手もいるし、はい、今年はベンチに入る人間っていうのがやっぱコロッと変わってくると思うよ、ソフトバンクを見てると、はい、だから勝負の年でもあるけども、まあ、その我慢の年でもあるというのはなんかオープン戦でちょっと感じたけどね。そうですね、うん、ただやっぱりオープン戦っていうかシーズンに入ってだと見られないような打順であったりとか顔ぶれがずらっと並んでるので、うん、面白いといえば面白いですね。まあまあね、まあこの時期にしか見れないからな、はい、まあ、でも若手もその時に必死にやってる姿っていうのはなんか頼もしくも初々しく見えるしね。そうですね、あ、だからまあまあいい機会だよね。でも、うん、一戦ごとに減っていくということだよね。そうですね、そこはもう勝負の世界なので、はいはい、まあ、まだねオープン戦続くので、はい、ちょっと豊さんまたね、でもね今年のオープン戦っていうのはね、やっぱね各球団はやっぱこう緊張感を持ってやってるな、なんかそんな感じがする。すごく大切にやってるっていうような、一緒やっぱコロナの影響なのかね、やっぱこの試合をお客さんに見せるというなんかその大切さがなんか伝わってくるような選手の責任感も感じてて、なんかすごく頼もしく見える。そうですね、充実したオープン戦を送ってるっていう。そうだね、そうですね、はい、というわけで今日はですねソフトバンク対巨人の振り返りをしました、はい。